レオン一線堂コウちゃんねんのコウちゃんですテーベロ。はい、で本日もこちらブロスターやっていこうと思うんですが、皆様本日はレオンの隠れスキンを僕見つけてしまったので、ちょっと動画で紹介していこうと思うんですが、昨日の動画で僕ね、このメカレオンを購入したところ、なんと新たに今回追加されたので紹介していこうと思うんですが、まずはこちらでございます、ライトメカレオン。はい、もう昨日のメカレオンに進化バージョンがあってたんだっていう感じなんですが、もうレオンってさ、結構まあ緑のイメージがあったんですが、白もめちゃくちゃかっこよくて、で地味にさ49円目安くない？昨日299円目メカレオンをしたんだけど、もうさ、もう感覚がまひってな、買います。早速このライトメカレオン、これがね確実に、お、待って、うわ、かっこいい、待ってく、おいいね、まさかメカレオンにも種類がある、第一形態第二形態あるって分かって、早速ちょっと今すぐ使用しちゃって、あー美味しいね、このスピンとかピンズもいただきとしかまして一気だから。続いてダークメカ、僕ね、まあ、個人的にはどっちの方が好きかな、うわめちゃくちゃ迷うけど、僕さ普段服とかは黒色の方が好きなんだけど、なんか白の方がなんか目立ってかっこいいイメージがあったんで、まあ、ちょっと今回まあ両方使ってくんだけど、動画で、ね、もちろん両方使っていくんですが、まずちょっとダークメカレオンから使っていこうか。ちょっと待って、昨日からスキンだけで4000円分ぐらい使ってるんだけど大丈夫かな、やっていきましょう。テーブルレッツゴー。さあ、マッチングしてきました。レオンってさ、緑なイメージが勝手にあるから、これパッと見キットとかと見間違い、初見だったら俺キットって思うわ。これもさすがにレオンって一旦これ回収したって、ここのいただき、あ、誰もいないんじゃん、これ。真ん中誰もいなそうなんで、今のうちに集めたいんですが、来たよ、メグっていう天敵来たんで一旦逃げるわ。天敵から逃げて、ワンチャン怖いけど、この辺、待って、メグに全部バレちゃう。ワンチャンこれ、ハサミ打ちオンザビーチでさ、ハサミ打ちオンザビーチで、これワンチャンいけるぞ、これ。メグをとりあえず破壊する。とりあえず破壊したくてで、これ回収しちゃうわ。回収したって一旦逃げる。ここの板です。結構熱くて。で、これもう真ん中に用ないんで。で、この辺マジ敵多いから一旦気をつけるわ。気をつけて牽制してくれ、オッケー。さ、しっかり真ん中で板出しかましたって。でさ、これ攻撃さ、これ黒なんじゃね、攻撃青なんだ。攻撃変わんないんだ。待って、スキン買ったらさ、攻撃黒っぽくしてくれよ。攻撃が一緒なのね。さ、誰か、これさ、止まってんじゃない？なんかみんな止まってね。あ、待って、これやばい。これ止まってる詐欺だ。さあ、マッチングしていきます。ちょっと気持ち切り替えるために、この白い方のスキンで変えてきたわ。はい。ちょ、さっきのさ、ダークの黒い方のスキンで一瞬でやられちゃった。これマジでいけるんだ。これワンチャン魚触れそうなんで、ちょ、ブロックちゃんここやって、しっかり、はい、足ばいていくで、いただくとかまして逃げると。シェリーやばいよ。シェリーやばいからしっかり。オッケー、これ引き打ちして、で、ワンチャンエドが飛んでくるんで、しっかり気をつけていきながら、ちょ、さ、これガジェットで騙そうか。ガジェットで騙します。しっかり騙して、いけるか。いける、これワンチャンあるんじゃね？いけるぞ、これ。いける、しっかりやった、オッケー、これ熱い、ここしっかり4個9持ったら熱くて偉すぎるんで、ここシェリーいるから、しっかり牽制しておいて、ここにいるんだよね、多分。いるよ、これ。さあ、これやり合ってね、いっちゃうわ。しっかり、一旦かわしてね、これワンチャンスキン使って、逃げる、一旦逃げて起きながら、オッケー、ここのいただきす、ここら辺に起きたすべてのキーム回収しているんですが、めっちゃ怒ってな、このシェリー。めちゃくちゃさっきから俺がさ、いただきとしかましちゃってるんで、いやー、これやだな、普通に。ちょ、これ飛びつかれたら終わっちゃうんでさ、一旦警戒していきながら、てかさ、このメカレオンのさ、白と黒のスキンってさ、おそらく、299M の最初のメカレオンのスキンをアンロックしないと、おそらく解放されないよね。だからちょっとラインナップ出た時めっちゃびっくりしたんだけど、でもう残り5人か、じゃワンチャン狙えそうだな。しっかりこれ牽制していきながら飛びつかれそうなんで、じゃワンチャン怖いんですが、いやもうウルタ待ってんのか、いや待ってウルタ構えてるんで、しっかり気をつけて、いやワンチャン怖いぞ、来るか、来るのか、やばい、しっかりしばいて一旦消えるわ、一旦消えてこっちから行っちゃうよって、この消えうまい、今のもうまいんじゃないか、しっしっかりと引き打ちで倒してからやっちゃうって話で、これさワンチャンいけるよね、ここいるから、しっかりやっちゃって、ワンチャンハイパーチャージ打ってもいいけど、ワンチャン怖いな、これウルト来そうなんで、ウルト打て、ウルト打て、うわ放たんか、やり合ってたので行くわ、行ってここワンチャンあるか、でちょハイパーチャージ打っとこう、ハイパーチャージ打って一旦逃げて、こっちにフランケンのウルトが溜まってるんで、ちょやばいよ、しっかりこの辺意識して、シェリオクいるから、待って来て、やばまずい、いや、今のはぶっちゃけしゃあない。フランケンとレオンはもう近距離戦になっちゃうと完全フランケンの方が有利なんで、しっかりこれやっちゃう。しっかりやっておけ、この曲熱すぎて。しっかりとここで今いただくとしかまして、いきながらちょ、ワンチャンみんなやり合ってるんで、キューブだけ回収して逃げる。オッケー、熱くて。で、これさ、ワンチャンこのキューブって絶対来るじゃん。絶対来るから、しっかりと、オッケー、このエビプリはみんなで。いや、これキューブ欲しいけど、これ取りに行っちゃうとね、負けちゃうんで、もうキューブ、
さあ、マッチングしてきました。なんか負けるたんびにスキンを切り替えているわけなんですが、こっからはさ、このライトスキンかダークスキン、どっちが先に1位取れるか、はい、もうはっきりと白黒つけようぜっていう話でやっていきましょう。なんか今のところこのさ、ライトスキンの方が、あ、いけるな、これ。ワンチャンシェリーいけるんで、しっかり当てて、ここ。かー、マジか。うまいね、逃げんの。うまいからしっかりここ、いただくとしかまして、やーばい！キューブに目を取られるとこうなるんだよね。ちょ、待って、負けすぎ注意報発令したら、ちょっとさ、フランケの時はさ、もうちょっと勝率高かった気がするんですが、しっかりも早速ガジェット疲れてまずいんで、さ、一旦この中で避けつつ、キューブだけいただいてからしっかり逃げていくと、で、これワンチャンエドガーにちょ、喧嘩打って、ワンチャンこのキューブいけんじゃね？オッケー、これしっかり回収して逃げるわ。回収して逃げて、ワンチャンエ、うわ、いるね。エドガー狙われてるんで、一旦逃げるわ。一旦逃げつつで、これワンチャンこの辺から、いける、やられてるんで、いけるかどうだ。あ、うわ、いけるぞ、これ。ワンチャンさ、飛びついて、あ、そっち、あ、うまいね。エドガーさ、ま、ダイナマイクやばい。ダイナマイクだけは俺マジやばいから。ダイナマイクの余計だけはマジ世界一下手な自信あるんで。俺はこのダークでしっかりと初勝利を収めていきたいんですが、もう残り何やかんや5人まで減ってて。てかさ、このさ、安全センターっていうマップ、めちゃくちゃやり合い起きるんで、ちょ、マジ玉を狙うってことが大事になってくるんですが、いや、ダイナマイクいるよね。ダイナマイク2体のガチやばいわ。待って、俺の天敵2体のガチやばすぎて、てかワンチャンいけんじゃねこれ。いける気がするわ。いくわ。一回しばいてこう、こういうこと。これあるぞ。マジこれ。待って、まさかのダークの方が強い。この世は悪の方が強い。だからどこにいる？あと3人。マジで勝てないわ。ちょっとね、これレオン一戦度かなり雲行きやすい状況になってるんだ。これ本当に俺赤盾いけるんかな。本当そんなレベルでちょ負けまくってね。現在ねもう750トロフィーぐらいで。てかさっきさ、これランク1、どっちが早く取れるかもう白黒つけようぜみたいな話しちゃったからさ、これ実質これ1位取れるまで終われません状態になってて、ちょっとかなりやばいんですが、ちょっとしっかりさ、エイムズに、あ、いけるぞこれ。ハサミ撃ちオンザビーチで、それエイムが、レオンのエイムがね、下手すぎてもう自覚あるんで許して。エイムが、マジでちょ、レオンの攻撃難しくないか、しっかりこれね、回収しちゃうわ。回収オンザビーチしていきながらしっかりと、いただきとしてかまさせてもろて、いや、このエイムズ、いけるねこれ。いや、このエイムズさっきからさ、ギリギリ耐えんのよ。なんだこれギリギリでしっかり当てていきたい。ここでここいるっしょ。あー、向こう行ったけど、ちょ、回復阻害をしていきながら、ちょ、これ挟めるんじゃないワンチャン。これ、ハサミ撃ちオンザビーチ絶対こっち来るんで、絶対来るから逃げると。絶対来るからしっかり当てて、いける、さすがにいけるっしょ。さすがに当たってくれ。さすがに、こっち、なんて、このエイムのエダさんやばすぎるよ。ちょ、大きなんとか当てて、しっかり回収しに行っちゃって。いやー、でもなんかめちゃくちゃやりやよくてそうなんだ。いや、フランケン怖すぎるよ。フランケンはマジガジェットとか使われた瞬間終わっちゃうんで、いや、近距離戦に持ち込まれたらマジ終わっちゃうから。でもね、なんとなくこれ直感なんだけど、ライトの方がね、1位いける気がするんだ。もうあくまで直感。やっぱりね、正義は勝つんだよ。結局、ま、白黒。ま、やばい。これしか、エドガーちゃん。エドガーちゃん、フランケンの方行ってくんねえから。めっちゃウルト構えてて。いや、ウルトだってやばすぎて、ダリラーもいんのか。このいっちゃんもよくねえな。しか、くるくま、いいって、そうだ。チーミングを忘れていた。俺は今までチーミングをしてなかったから負けてたんだ。しっかりこれ、フラ、でもね、いや、マジでこのフランケンシュタインには裏切られた瞬間終わっちゃうんで、行くね。行ってるから行くわ。わけしっかりやって、止めて、いや、お前、危なすぎる。一旦攻撃していきながら、いや、もうこれ残り4人だからさ、実際チーミングしてるけど、そんな関係ないんだよね。これ行くわ。行っちゃって、当てていく。で、これ、ハサミチョンタビチやって、回収するじゃん。回収してこれやっていくと。で、一旦ウルト使って、ウルト使って逃げつつ、こっち行くじゃん。で、しっかりこの辺いて、で、入るじゃん。ここ一旦入って、まだバレてないと思うんで、場所、いっ、これ怖いけど、行くじゃん。これやる！これやる！最後に終わった！決戦だ！戦う！うわぁ！惜しすぎる！マジか！いや、今の試合ワンチャン1位あったね。てかさ、こちら、またスキン変えてきました。この初代の緑スキンでか、これでどうする？一発でさ、1位取ったらもう笑っちゃうんだけど、さ、しっかりちょっとね、いやぁ、これ来てるなこっち。ちょ、ね、来てるからまずいんで、ちょ、異世界に飛ばされたらまずいから、いや、そこにレオンもいるんだよね。いやぁ、ちょ、待って、真ん中入ったのこれミスったかもしんね。これさ、攻撃これ3発ピッピッピッってやって逃げたいんだけど、一発行くじゃん。で、絶対来るんだよ。絶対みんな狙ってるから。待って、一旦逃げるわ。で、回収して逃げたい。こっから俺は去る。オッケー、なんとか逃げに成功したオッケー。なんとか二つ回収して行きながら、で、これレオンが多いな。レオンめちゃくちゃ多いんで、しっかり警戒しつつ、俺はこの初代の300円目かかった。3000円かけたスキンで俺は1位を取っていくんだ。よろしくお願いします。やっぱりね、やっぱお金がかかってる方が思い入れありますから、で、これコルティングスタジオガジェットとかで壁破壊されるとかなりまずいから、しっかりこれ回復阻害して、回復阻害いけるね。ナイス！そうやってもらってさ、コルティングにも当てて、いや、これ回収したいんだけど、いいかな、これ回収して。ガジェット使って惑わせるわ。ガジェット使って惑わせてしっかり回収して、熱くて。で、一旦ここ入るじゃん。で、ワンチャンこれマジ1位あるぞ。マジこれ。待って、これやばいわ。挟まれそうな、一旦こっち行って。
こっち逃げて、一旦この壁利用しつつ、いや、コルティングだるいから、ちょ、いいね、これ、レオンで挟み撃ちのダメージして、で、そっちにブロックいるから、ちょ、ブロックまずいよね。オッケー、なんとかやって、で、ここいるじゃん。で、消えるか、一旦消えて、で、ブロックに近づいていくか。ブロックは近距離戦で弱いんで、行くか、ここで行って、行くじゃん。オッケー、なんとか勝って、あー何時間撮影してるんだよっていう話で、マジで勝てるよ。ちょ、待って、もう1位取るまで終われませんとか、マジ言うんじゃなかった。で、一旦これ開けちゃうわ。開けチングオブザビーチかまして行きながら、で、ここで、いや、真ん中に、あ、いるね。下にめっちゃ溜まってんのかね。これワンチャン挟み撃ちオブザビーチで、いや、バイロンいるんか。バイロンの HP 少ないからさ、ワンチャン行きたいんだけど、いや、これもしっかり当てて、当てまくって狙われるよね。そう、キューブ回収したら角、いや、これワンチャン、うわ、いたんだ。あっぶれ。完全に見落としてて、いや、これ怖いな。ちょ、一旦これ左に逃げて浮きながら、この子さ、いないよね。うわ、待って、やばい。一旦逃げて、一旦ここにいるじゃん。いやー、待って、危なすぎるよ、これ。一旦ここいて、で、どうしよっかな、これ。回収したいんだけど、そこに右上にいるのも分かってるから、あんま近づけなくて、いや、エムズもめっちゃ警戒、ずっと俺のこと警戒してるから、で、モーティスさんが入ってきた。エムズとモーティスが今この真ん中にいる状況で、いや、これみんな警戒してるんだよな、これ。行くわ。行って、これもはや。しっかり行って、いやー、このモーティスはワンチャンいけねえかなっていう感じだったんですが、オッケー。なんとかウルト溜まったんで、一旦ここいるじゃん。ここいるしかなくて、いやー、このエムズが悪さしてんだよね。いや、ワンチャンバイロンでウルト行ってもいいんだけど、行こっかな、もう、うざいから。うざいか、喧嘩売られたから行くわ。ちゃってもはやで、気づかれてるか。気づかれてるから、エムズにいきなりハイコリタするわ。ハイコリタして、しっかり近距離で縛いてきたわけ。こういうこと。めちゃくちゃ序盤に喧嘩売られていたんで、でしかもこういるね。プリモちゃんいるから、しっかりプリモちゃんこの遠距離攻撃で、しっかりプリモちゃん攻撃していきながら、あと6人これワンチャン1やるぞ。やっぱり正義は最後に勝つんだよ。このライトレオンでしっかり勝っていきたいんですが、でもウルト溜まってるから、まずい。プリモのウルトやばすぎて、行くね。モーティス君行くね。これワンチャンプリモ飛ぶよ。ワンチャンプリモ飛ぶ可能性あるんで、しっかり警戒していきながら、いや、モーティスさん、挟み撃ちのダメージで、モーティス挟み撃ち、いけるぞ、これ。いけ、やっちまえ。いや、言ってるけど、なんやかんやこのプリモ怖えわ。なんやかんやこのプリモのウルトがすげえ怖いんで、警戒しておきながら行くね。これ一旦行けるんじゃね？もはや。もはやここでやり合ってもらって、最後に足巻いていくか。完璧オブザビーチ、なんとか、1位取ることができました。やっぱり結局こういうこと、正義は勝つんですよ。皆さん、ちょっと、トロフィーご覧ください。777って、もうラッキーセーブ。もうここで変な運使わなくていいよ。ちょっと待って。ガチで1時間以上撮影したんですよ。最後にさ、もう一回ダークで行くわ。さあ、マッチングしていくわ。最後にこのダークレオンで皆様に闇の世界へお連れしていきたいんですが、やっぱり結局正義が勝って言ったんですが、いや、結局、待って、やばいよ、しっかりこれ。ボーちゃん逃げつつ、いや、これいけるね。いや、この頂き女子熱いや。マジでこのマップ玉乗りが多すぎるんで、これボーちゃんいけるんじゃね？やっておけ、しっかり縛いていきながら。待って、これワンチャン2連続1あるんちゃう？これ回収するよ。キューブしっかり回収しちゃって、危ないけど回収して、スッツーもいるんだよね。スッツーもしっかり、ワンチャンいけるぞ。あー、いけるか、これ。追い詰めろ。こっち来るっしょ。言ったんか、危ねえ。ここフランケ今完全に見失っていったんですが、オッケー、しっかり回収しよう。これ7個持ちやばくない？待ってこれ。ま、あるのか。正義も悪も結局は、なんか来てる。なにこれ何か、あー、これ喧嘩売られたんで行くわ。結局は正義も悪も同じ人間なんだよってことをしっかり示してきて、これさすがに喧嘩売られたんで、これ負けんの俺。負けるみたいなそんな世界線あります。やばいぞ、これなんかめっちゃ怖いんですが、めっちゃ怖いんで、このキャラクターなんだ俺わかんないぞ。何かな、まあやばい。しっかり避けて、あぶね、これ7個持ちが0個持ちに負ける瞬間を皆様にお届けしそうになったんですが、じゃあ一旦これいるかな、上いる、いなさそうなんで、しっかりこっち下行きな。オッケー、熱いね、これ。しっかり、これ、フランケンも一緒に行けるんじゃね、回収して逃げる。いった、オッケー、これウルト来るんで、しっかりこのウルト逃げたら偉いね。俺今のめっちゃくちゃ、しっかりこれ当てていくで、消えてもはや、行きたいんだけど、いや、これね、一旦キューブ解除しようか。いや、9個持ちになって2連続1あるんちゃいますの。2連続1最後であるんちゃいますのっていう話。こういうこと、完璧オブザビーチ、マジかえ結局は、正義も悪も同じなんだよ。結論出ました。根はみんな優しいというところでございました。ちょっとね、最近1動画にね、マジ1時間から2時間ぐらい撮影かけてるんで、いや、マジエイムが下手すぎる。もう自分で自覚あるんだけど、なかなか難しいんだよね。でもこんな下手な僕をね、もう毎日動画見てくださる方、本当にありがとうございます。ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。テーペロ、バイバイ。